ございます。最高のレースでしたよ。改めましてチームパイオニアジュニアへようこそ。みんなあなたに期待しています。さあ行きましょう。案内しますね。チームラジオ、テストテスト、聞こえますか？問題ないわ。私はチームアシスタントのココです。チームパイオニアジュニアのトライアウトへようこそ。私はチームコーチのグロリア。トライアウトはもうすぐよ。準備はいいかしら？まもなくコーナーよ。通過するときは方向のコントロールに気をつけてね。コーナーを抜けたら方向ボタンから指を離すことで進行方向の調整ができるわ。ドリフトで次の直角コーナーを走り抜く。左方向ボタンを長押してコーナリングよ。ドリフトボタンをタップしてマシンをドリフトさせるの。右方向ボタンをタップしてドリフトを終了できるわ。順調ね。さて、あとはあなたの腕次第よ。ベストを尽くしてゴールを駆け抜けるのよ。素晴らしいわ。これからあなたはチームパイオニアジュニアの一員よ。私はあなたのコーチ、グロリア。こちらこそよろしくね。それと RM 連盟からあなたのレーサーライセンスが届いたわ。確認を忘れないでね。こちらです。 RM 連盟の RM 連盟とはです。スポーツグループのマツダロードスターはツーシーターのライトウェイトスポーツカーの代表格で、低重心、軽重量、軽快なハンドリングが特徴です。扱いやすいマシンなので、スポーツグループのレースに参加するレーサーにはとてもおすすめです。マツダロードスターはスポーツグループのマシンです。もう一人前のレーサー。レースでは基本的に事前にグループ、つまりあと2つのグループのマシンが必要だということね。その通りです。でもそう焦らずに。RM モーターショーは連盟と大手、日本の名車やアメリカンなマッスルカー。チームの新人には欲しいマシンがあったら、パフォーマンスグループの FR 車、日産フェアレディ Z は太い低速トルクと高い操作性が強みで、特にドリフトに向いています。パフォーマンスグループで首位を狙うレーサーに最適なマシンです。
日産フェアレディ Z はパフォーマンスグループのマシン。車についてどんどん学んで知識、性能や操作性は